フェザーストン事件は、第二次世界大戦中の1943年2月25日に、ニュージーランド北島南部の南ワイララパ地方に置かれていた、フェザーストン捕虜収容所で発生した、日本人捕虜殺傷事件である。フェザーストン捕虜収容所は、ニュージーランドの首都ウェリントンから北東に、約60キロメートル、国道2号線を車で、約50分の距離にある。 フェザーストン郊外に存在した捕虜収容所である。同捕虜収容所は、第一次世界大戦中の1916年、ニュージーランドで最大の陸軍基地として設立され、1942年9月にアメリカ合衆国からの要請で、ガダルカナル船の捕虜約800人を収容するために、捕虜収容所が設置された。 1942年11月中旬の時点で、フェザーストン捕虜収容所には不時着した航空機搭乗員の生存者、フロリダ諸島の戦い愛知地域主の生存者など、陸海両軍合わせて300名余りの捕虜が収容されていたが、300名のうち戦闘員は30名、ほどで他は非戦闘員の軍属である海軍設営隊員であった。 捕虜の中には偽名を使う者も,も多く、阿公四十七氏の名を語る一団もいた。中立国のスイス領事と国際赤十字の代表が12月中区にフェザーストーン収容所を視察しており、捕虜の待遇は良好と日本側に通告している。同報告書には、捕虜には自国への通信は認められているが、捕虜たちはそれを拒絶しているとあった。 11月下旬、10月11日のサボ、島沖海戦で沈没した、従順洋艦古高や駆逐艦吹雪の生存者180名が、フェザーストン捕虜収容所に入所した。このグループは、古高の3番砲塔砲台長、足立敏夫少尉に引き入られていて、後に、古高グループと呼ばれるようになる。なお、古高グループの入所時に、 収容所内の別キャンプにいる強硬派から、ニュージーランド兵を襲撃して、武器を奪い、ウェリントンに攻め上る計画があることを手首を使った、手端信号で伝えられるが、古高グループを、はじめほとんどの捕虜が、この計画を一生に付していた。しかし、強硬派十数名が、古高グループのキャンプに移送されてから、状況は一変する。 これは、強硬派が主張する暴動に巻き込まれることを恐れた、設営隊員たちが、戦闘員と非戦闘員の居住区を別にするよう、ニュージーランド軍に要請したために行われた措置で、あったのだが、移送された強硬派メンバーは捕虜たちを根強く、説得したため、キャンプの中には強硬派に同調する者も,も出始めた。そのため、 キャンプ内は、足立少尉率いる、恩恵派グループと強行派グループに分裂することになり、収容所内の捕虜を二分した。やがて強行派は、12月25日午前零時を、もって、一斉放棄をすることを決めた。その情報を事前に察知した、恩恵派グループは、白布を味方識別の腕章とし、反乱を事前に阻止すべく、棍棒と、鉄パイプで武装して、 強行派グループを待ち伏せた。しかし、反乱結構の1時間前に、バリケード外のライトが一斉に照射され、収容所内のスピーカーからは日本語で投稿を勧告する放送が流れ始めた。これは、恩恵派グループの動きを知った強行派幹部の一人が、同志打ちを避けるべく、ニュージーランド軍に通報したためであった。その後、強行派グループは、 あだち正位の一時間にわたる説得に応じ、反乱を諦めることとなった。この事件の後、収容所内の雰囲気は穏やかとなり、グループ間の対立も表面上は見られなくなった。翌1943年2月中旬には、第三次ソロモン海戦やその後のネズミ輸送での、沈没艦の生存者やガダルカナル島の戦いで捕虜になった陸軍昌兵が入所し、 フェザーストン捕虜収容所に入所した捕虜は、戦闘員、約280名と設営隊員、約270名の合計約550名となった。フェザーストン捕虜収容所では、捕虜たちは収容所内での作業の他に1週間に1回、程度、道路清掃や芝生狩りなどの作業に動員されたが、捕虜たちは、戦地で患ずらった、栄養失調やマラリアから完全に回復しておらず、 ついたちの作業に出せる人数は30名が限度であった。とはいえ、収容所における捕虜の取り扱いは決して悪いものではなく、傷病兵は手厚い看護を受け、収容所所長も捕虜たちから親日的という評判であった。しかし、2月中旬に収容所所長が交代し、新たな所長として陸軍中佐が赴任してきた。 この陸軍中佐の印象について、赤の水雷長、あらや特事注意は、スラッとした、細身の、口数の少ない、冷たい感じの、いかにも英国紳士の一点型といった人物であった、同意明二郎、カダルカナルを生き抜いた兵士たち日本軍が初めて、知った、台米戦の最前線、P225 等自身の回顧録で述べている。2月24日、収容所側は、 ニュージーランド軍の警備兵の運動醸造成工事のために50名の辞任を出すように捕虜たちに要求した。この要求に対して、捕虜側は前述の事情で作業に出せるのは30名が限度であり、さらに作業内容がニュージーランド軍の運動醸造成工事ということで敵の運動場を作るのは利的行為であるとして憤慨した。 前回の事件では恩恵派であった足立少尉もこの要求には憤慨し、戦闘に立ってニュージーランド軍と交渉したものの収容所側は作業辞任の減少について情報せず交渉は決裂した。翌2月25日朝、足立少尉を先頭に280名の捕虜全員が広場に集まって座り込んだ。この座り込みの際に足立少尉はいかなる場合も 軽挙盲導することなく、一死乱れぬ行動を取れと言命している。この状況を見たニュージーランド軍は、注意を指揮官とした、完全武装の50名を派遣した。指揮官は直ちに50名の作業員を出すよう、要求したが、足立少尉は断固として拒否したため、ニュージーランド軍の指揮官は、足立少尉の連行を命じた。しかし、 古高グループのメンバーが体を張って阻止したため、ニュージーランド兵は、アダチ尉の連行を諦めざるを得なかった。アダチ尉の連行に失敗したニュージーランド兵たちは、捕虜たちの前方で、横一列となり、銃を構えつつ捕虜たちに向かってきた。この時、ニュージーランド軍指揮官が威嚇のためにピストルを取り出し、それに対して、アダチ尉は、自分の胸を叩きながら、 撃つなら、俺を撃てと叫んだ。その直後、捕虜たちは、持っていた石を、ニュージーランド兵に向かって投げると同時に、素手で突進を始め、ニュージーランド兵も、捕虜たちに対して、小銃や軽機関銃で応戦した。その結果48人の捕虜が死亡、68人が負傷した。負傷者の中には、足立少尉も含まれていて、頭、左腕、脇腹、 腕の4箇所を撃たれ、一時意識不明の重体に陥った。ニュージーランド側では、ウォルター・ペールビンに東兵が、長弾により死亡したほか、18人が負傷した。事件を重く見たニュージーランド軍は、直ちに所長を更迭し、前任の所長を呼び戻した。死亡した捕虜に対しては、現地でツヤが営まれ、生き残った捕虜の代表者が参列した。 しかしその遺骨については、機関兵と共に日本に返却されたとされるが、実際の遺骨の行方は、はっきりしない。死亡者の名簿は、スイス領事を通じて、日本政府へ渡されたが、多くは戦死者として処理済みであり、すでに葬儀も済ませていた。そのため遺族に知らされることはなかった。氏名や、所属部隊を偽る者が多かったので身元が、 確定できないものも多かった。その後もフェザーストン捕虜収容所には、捕虜が移送され、終戦後まで運用されたが、生き残った捕虜は1945年12月30日に、米軍の戦車揚陸間で、日本に復員した。フェザーストン事件慰霊被戦後になり、生き残った元捕虜たちは、フェザーストン市街地から国道2号線で北東に、約 2km の公園に、 慰霊碑を立てた。この慰霊碑にはそれぞれ、鎮魂、夏草奴は、物どもが、夢の後と書かれた銅板プレートが埋め込まれている。また元捕虜たちは、事件の際に親身になって心配してくれた、ニュージーランド軍の通訳を日本に招待している。1986年には、足立少尉をはじめ、元捕虜の勇士が、フェザーストン捕虜収容所跡を訪れている。 この事件について、足立ち尉は後に、ニュージーランドの人たちは、いい人たちだった。あそこには、機関銃が2丁もあって、本当なら、全員死んだだろう。彼らは、ただ恐ろしくて撃ったもので、殺そうという気はなかったんだが、ドイ・アキラ・カダル・カナルを生き抜いた兵士たち日本軍が初めて、知った、対米戦の最前線、P229 と10回し、荒谷注意は、 この事件はまた、各人に、捕虜の限界を痛いほど悟らせた。しかし同時にまた、このことを通して、今まで一人数とが、命名好き勝手な行動を無統一にしてきた、日本人同士に、一つの結束する力と自覚を与えたことは、まだしもマシなことであった。土井明二郎、ガダルカナルを生き抜いた兵士たち日本軍が初めて、知った、台米戦の最前線。 P229 と自身の回顧録に書いている。現在、フェザーストーン捕虜収容所の跡地は民間に払い下げされて牧場となり、事件のあった広場は草むらとなっている。フェザーストーンでは、毎年地元自治体や日本大使館、地元日系企業等による慰霊祭が現在も行われ、フェザーストーンの歴史博物館には収容されていた。 当時の写真や捕虜が作成した工芸品が展示されている。ありがとうございます。